今日の東海地方は高気圧に覆われて暖かい空気が流れ込み、最高気温は名古屋で 26.0 度、岐阜で 25.4 度などとなりました。また愛知県蒲郡市では最高気温 26.7 度を観測し、11月としては観測史上過去最高となったほか、豊橋市や豊田市などでも記録を更新しました。また岐阜市や大垣市、愛知県新城市などでは4日連続の夏日となり、11月としては観測史上初めてとなっています。明日も季節外れの暑さは続く見込みで、最高気温は名古屋で25度と予想されています。